ヘルマン・レベルト著書のゾハン・ヘルマン・レベルトは、ユダヤ系ドイツ人の医師、博物学者である。現在のポーランドのブロツワフに、ユダヤ系の姓、レビを持って生まれた。はじめ、医学と博物学を、ベルリン大学でカール・ルドルフィに学び、その後中立比で、ヨハン・リューカス・シェーン・ラインの下で学んだ。1834年に、医学の学位を得た後、 スイス各地を旅し、植物学の研究を行った。一年半ほどパリで、ギオーム・デュ・ピュイトランや、ピエール・シャルル・ルイのもとで医学を修行した後、スイスの傍衆の米に住んだ。シャルル・フィリップ・ロバンと調査した、フランスのノルマンディ沿岸やチャンネル諸島の生物に、興味を持ち、比較解剖学の研究を行った。オルフィラ解剖学博物館のために、標本の収集を行い、 1853年から中立ヒ大学の臨床医学の教授を6年間務め、そのホブレスラウ大学の教授も務め、1874年に引退し、米で暮らした。病理解剖学に顕微鏡による観察を始めた学者であり、病理学、臨床医学に貢献した。レーベルトは植物の学名で命名者を示す場合に、ヘルマンレベルトを示すのに使われる。 ありがとうございます。